こんにちは宮本です今日はセカンドショットが左へ引っかかってしまってなかなかグリーンへ飛ばなくてスカープにつながらなくて悩んでいる方に向けてアドバイスをさせていただきますそれではまず左へ引っかかってしまう方のスイングを一度やってみますこのようなスイングですねご覧になっていただいた通りアウトサイドイン軌道が強くて左へ行ってしまっているんですね それではなぜアウトサイドイン軌道になってしまうかと言いますと体の回転ががが不足ししたためにに手だけが上に上がってしまう。そうすることで左へ強く振り込んでしまうためにアウトサイドイン軌道になってしまって左へ引っかかってしまいますですのでしっかりと体の回転を90度肩の回転を90度ですねやっていただくことによって正しいトップの位置に上がっていくのですがそれは多くの人が分かっているはずです。 ですので今日は肩の回転を90度正しく回すための効果的なドリルをアドバイスさせていただきますまずアドレスで通常通りアドレスしていただくのですが右手を外していただきますそしてそのまま左手一本でトップまで持ってってくださいそうしますと肩が自然と90度回るんですねこれはなぜかと言いますと左手一本でクラブを持つことによって両手より 左手一本の方がクラブを重たく感じますそうすると人の体はしっかりと体を回さないとこのクラブを支えることができないという反応が起こるからなんですねこのような形でトップを作っていきますそしてまたアドレスに戻りますまた左手一本でトップにいきますこれを一日10回1セットで3セット繰り返していただくだけで自然とバックスイングで 肩が90度回るようになります是非毎日のメニューに加えていただけると回転不足で悩んでいる方しっかりと肩が回っていくようになりますこの回転不足を解消しない限りアウトサイドインは治らないと思っていただいても構いませんしっかりと肩が回ればこのようにインサイドからきれいにスイングすることができます ぜひ皆さんも実践してみてください今日はアウトサイドインで左へ引っ掛けてしまうそれが回転不足が原因な方にアドバイスをさせていただきましたぜひこのドリルを参考にやってみてくださいこの動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございます